次回の解散総選挙、どうなると思いますか？割とでも、日本人は、なんか、過去のことを結構忘れてしまうので、でも裏金の問題何も解決しないし、で、統一教会の問題も別に解決しないよねっていうのがあるんですけど、でも、多分岸田さんよりは支持率が高い状態で、で、じゃあ立憲民主党がめちゃめちゃなんか、期待できるようなことをやってるかっていうと、まあ、総裁選、あ、そう、総裁選、代表選をやって野田さんが勝った。で？っていうくらいで、特になんか立憲民主党に期待ができる要素が増えたわけでもないんですよ。なので、大して変化しない結果になるかなと。で、大して変化しない結果なんですけど、でもまあ、自民党大敗してないよねっていうことで、多分自民党がそれなりにまた政権を続けていくっていうことで、現状で、ちょっと前までだと維新がずっと伸びてたんですよ。なんか議席数10%伸ばすとか、割と伸びてたんですけど、なんか今のところその維新の伸びはもう止まったかなっていう期待感だったりするので、なのでそうすると立憲民主党も伸びないし、維新も伸びないし、で、国民民主党は存在感ないし、で、まあ、令和が多少伸びて、共産党も多少伸びて、で、N 国党はもうなくなるのかな？で、参政党もなくなる感じ？あ、そうか、あれ参議院だからまあ一応いるのか。っていう感じで、で、日本保守党も多分もうダメでしょうね。いやー、だからなんでさ、みんな揉めたがるんだろうね。高市さんと高市さん支持者の言ってることと、日本保守党って言ってることは割と近い位置にあるので、僕がそこら辺のキャスティングボードを握ってたとしたら、多分日本保守党は、高市さんと高市さん支持者に対して友好的なポジションを取るはずなんですよ。で、高市さんは今も自民党にいたらそんなにいい目に遭えませんよ。なので、日本民主党で政治家を増やして、じゃあそういう発言をする政治家を増やした方がいいよです、なるはずなのに、なんか高市さんが雑巾がけからスタートするんだったら、なんか下っ端として使ってやるよみたいなことを、なんか日本保守党の百田さんが言ってて、で、そのなんかそれをいつもの小判ザメのおばちゃんがなんかこう笑ってちょっと突っ込んでるみたいなのがあって、そこ敵対してどうすんのっていう。思想としては多分ね、一番近いと思うんですよ。自民党のその一番右の人と日本を人っていう。なので、ここがね、久米はね、自民党を割と大きく動かせる可能性があると僕は思っていて、要するに他の政権、まあフランスだと中道のマクロンさんがいて、左派と右派がいるんですけど、日本の場合って、右派と中道が自民党なんですよ。なので、右派と自民党が中道の状態から、右派を切り離すっていうのをやると、中道だけですと。で、右派が、じゃあ、保守党的なもの。で、左派が、立憲民主党みたいな形で、割と右派が右派として存在感を出せる可能性があるのに、そこ敵対すんの？みたいな。なんかね、やっぱね、長期的にね、こうした方がうまくいくよねっていう、絵を描くことができる能力がないのか、何なんだろうね。多分、みんな自分好きなのかもしれないね。なので、自民党としては、高市さんと高市さん支持者みたいな右の人っていうのもずっと自民党の中に残っていただいた方がいいので、なので、基本的には高市さんを総理大臣にしない方がいいという判断じゃないのっていうのを、どっかの、前回か、前回の放送かなんかで言ったんですけど、そういう意味でいくと、なんか、結局、右派の人も自民党にいたので、保守党はそのまま潰れていっちゃうのかな。僕ね、結構ね、保守党伸びるんじゃないかって予想してたんですよね。結局日本で本当に真右の政党がいないんですよ。で、日本の場合って自民党が、右の主張をする人が自民党の中に内包されてるだけで、実態政策として右の政策は出さないんですよ。なので、実は右っぽい見せ方をしてるけど、右のための政策をやらないっていうので、ずっと飼い殺しされてるんですよね、右勢力って。なんで、これって実は左翼勢力も一緒で、じゃあその左翼勢力の原発反対って言って一生懸命言って、じゃあ政治家が原発反対しますって言って、その政治家に投票してるわけじゃないですか。あれも飼い殺しなんですよ。要するに政権取れないで、その原発をなくしたいって言ってる人が政治家を作って、で、その政治家は年収3000万と通信費1000万で4000万もらうみたいなのをこうぐるぐるやってるだけで、なんか原発なくしてほしいよねとか、じゃあなんかもうちょっとこう、経団連みたいなのの、派遣なくしてほしいねとか、その左翼的な思いというのを全て受け止めて、議員の歳費にして政策にはしないっていうので、こう、エネルギーをどんどん消化してるんですよ。左の人たちと左の政党は。
で、右の保守もそうで、じゃあその、あの、もうちょっとその、なんかあの、外国を攻撃できる能力あった方がいいよねとか、スパイ防止法を作った方がいいよねとか、その、右的にはこれやるべきだよねとか、憲法改正とかっていうのはいろいろあるんですけど、でもそれでこう、自民党に投票するんだけど、でも実際自民党がそういう法案を出すかっていうと、やらない。憲法改正するかっていうと、やらない。みたいな。なんでそのエネルギーがどんどんこう消化されるっていう、そこでなんか、お前ら食い物として利用されてるぞって僕は思うんですよ。なので、その、日本保守党みたいなのができると、そこはじゃあその憲法改正発議をするとか、なんか発議案を出しますとか、じゃあそのなんかあの、じゃあそのスパイ防止法の法案を出しますとか、っていうので、スパイ防止法の法案を日本保守党が出したときに、自民党がそれに対してどうリアクションするかっていうので、それは作らなきゃいけないよね。じゃあここを変えることで通しますなのか、スパイ防止法なんていらんのじゃ、スパイ天国にするのじゃってなるのかっていうので、自民党の存在感が揺らぐ可能性があるんですよ。なので、その保守党みたいなところがちゃんと法案を出せる能力があった方が、実はその右の人たちにとっては良い社会になる可能性があるんですけど、でもなんか、やらないよね。自分好きな人たちがずっとこう言い争いをしているって。いや、僕でもさ、あの、日本にスパイ防止法ができない理由が未だにわからないんですよ。あの、合理的な説明を聞いたことがなくて、その、外国人の諜報機関の人を捕まえると大変なことになるからっていう陰謀論以外に、あの、スパイ防止を作らない理由がね、僕わからないんですよ。だからこれ僕は別に、あの、ガチ運用ではないはずなんだけど、でもやっぱりなんか、多くの国ってスパイ防止法的なものがあるんですよ。まあ、アメリカにしろ、フランスにしろ。だから、それなんで作んないのっていうのが、なんか合理的な理由を未だに聞いたことがなくて、反対してる議員は誰っていうと、反対してるのは自民党です。自民党と公明党がスパイ防止法を作りますって言って法案出して、で、多数派を占めてるから、自民党と公明党が、あの、そじゃ議会でじゃあ、破産制ですって言ったら法律になるので、なので、スパイ防止法に反対してるのは自民党と公明党です。でも、あの、自民党の右の人たちは、スパイ防止法は野党が文句を言うからできないんだっていう嘘をついてるんですけど、で、頭の弱い人は、それに騙されるんですよ。なんか、立憲民主党がスパイ防止法に反対してるからできないんだ。なわけはない。自民党が出せばできるんだから。いや、そう、だからね、不思議なんだよね。で、結局あの、自民党で、あの、中国のカジノから賄賂200万円もらってましたっていう議員が出てきたりとか、やっぱり中国から金もらってる人自民党にいるよねっていうのは、あの、普通にこう、あの、刑事事件として明確になってるので、それはスパイ防止法を作りたくないよねっていう。なので、あの、陰謀論とは関係なく、やっぱ自民党が作ってないよねっていうのが明確になってるので。なので、なんか、スパイ防止法は作るって話をちゃんと進めた方がいいんじゃないかなというふうに僕は思ってるんですけど、はい。なので、あの、もしその合理的にスパイ防止法を作らない方が良いという主張があるのであれば、ちょっと皆さん教えていただきたいんですけど。いや、だからね、そう、わかんないんだよね。まあ、犯罪じゃないと思ってるんだったら、まあ、それはそれでいいのかもしれないけど、まあ、なんかその可能性、中国様の可能性もあるかなっていうね。まあ、そう、やっぱ統一教会もその、便利だから使うっていうのを自民党がずっとやってたので、なんでやっぱスパイもいた方が便利って思ってる政治家が自民党に多いってことなのかなって思うんですけど。いや、なのでちょっとね、あの、スパイ防止法がね、ないり、そのなんか必要ないと考える合理的理由っていうのが未だにわからないので、もし頭のいい人がいたら、その日本がスパイ防止法を作らない合理的な理由を教えてください。なんか不思議なんだよね。なんか一応今6955人いてコメント書いていただいてるんですけど、今のところなんか合理的なその自民党が作らない方が日本にとって得な理由を書いてる人が一人もいないんですよね。いや、その、スパイ防止法を自民党の人たちが作りたくない理由はみんなそのコメントで書いてるんですけど、その日本にとってスパイ防止法を作らない方が良いっていう理由を書いてる人、今んとこ一人もいないんですよね。そのスパイ防止法を作らない方が日本にいいんだ、だからこうやって日本は成長してるんだ、だから作らないんだよって言われたら、あ、そうなのかっていうのがわかるんですけど、なんか、ね、何なんだろうね。いや、不思議。だから僕ね、あの、その、政治とかあんま興味ないんですけど、たまにこういう発言をするんですけど、だからなんか逆になんでなのか知りたいっていう、そのなんかあの好奇心とか構造を知りたいになっちゃう、その。アメリカが言われてるとか、そう、だから結局ね、なんか陰謀論以外になんか思いつかないんですよね。わからないです。はい、僕もわからないんで、あの、聞きたいですね。あ、だから石破さんに聞ける人がいたら聞いてみてもいいかもね。なんでスパイ防止法できないんですかっていう。石破さんは既得権益にとらわれないのがいいところだったので、いきなり全然撤回してるところを見ると、自民党の病に向かうんでしょうか。あ、そうなんだ。
まあでも、ある程度仲良くするというのは必要だと思うので、で、ぶっちゃけ今回の閣僚、超どうでもいいと思うんですよね。まあ結局その総選挙があって、総選挙の後に閣僚変えますっていうのは多分なると思うので、なので今は論功行賞の状態なので、割とまあ適当にやればいいかなと思ってるんですけど、だその小林鷹之さんと高市さんが、その初手誤ったなと僕は思っていて、結局その、論功行賞をする上で、全員に平等にポストを配ることはできないんですよ。まあ要するにその、党で配れるポストというのが決まっています。で、そこの、要はその中、じゃあ、政調会長ですとか、幹事長ですっていう、そのポストという人事を配置するというのが、総理大臣のメリットなんですけど、で、それを、そのトップの高市さんとか、小林鷹之さんが断ってしまうと、そうすると、そこの派閥には、もうポストを配らなくていいよねってことになっちゃうんですよ。で、結局その自民党の全員にポストを配れないとすると、エコひいきは必ず発生するんですよ。要するに、味方に対してポストを配って、自民党内の敵に対してポストを配らないっていうのをやると、そうすると、石破さんを支持しているとポストがもらえるから、既存のところはみんな石破さん支持になるんですよ。いや、ポストがもらえるから。まあ、いろんなこう、利権がもらえるから。でも逆にその石破さんのところに、ポストもらえません。石破さんとは仲良くしてませんってなると、もうこっち側にぶら下がってる人は利権がもらえなくなっちゃうんですよ。なので、なんかその、小林さんでもいいよね。高市さんでもいいよね。で、別に林さんでもいいよね。加藤さんでもいいよね。誰でもいいよねって思ってたけど、まあなんとなく高市さんにぶら下がりましたとか、なんとなく小林鷹之さんにぶら下がりましたっていう人が、ずっと干上がるんですよ。で、どれぐらい干上がるかっていうと、安倍首相第一次の政権の時の2位って石破さんだったんですよね。で、そこから石破さんが自民党総裁になるまで5回、だから20年だから20年間ね、まともなポストにつけなかったんですよ、石破さんは。そうすると今高市さんとか小林鷹之さんの下についてる人は下手すると20年間ポストが得られない可能性があるんですよ。で、石破さんってその裏切るとか、味方を後ろから切るって言われてるじゃないですか。で、あれを石破さんをバッシングしてる人たちが言ってるんですけど、これを高市さんと小林さんは今それをせざるを得ないんですよ。要するにその役職をもらってない。もらってないけど、本来自民党はこうするべきだよねっていう石破政権の文句を言ったりとか、ここが良くないよねと指摘をするっていうのは、言い方を変えると味方を後ろから切りつける行為なんですよ。で、それポストがもらわなくて自由に発言できるポジションを取ったということは、結果としてその石破政権に対して文句を言い続けるという党内野党のポジションを取るということになるんですけど、でもそれってその石破さんを攻撃するときに皆さんが言ってらっしゃった味方を後ろから切りつけるっていうのと同じことをこれからやろうという主張ですよねっていう。なので、かなり厳しいと思うんですよね。まあ、結局その、石破さんが短命なので、石破さんがこう、降ろされた後に、じゃあ帰り咲けばいいよねっていう感じで多分石破さんと仲良くしないという選択を取ったってことだと思うんですけど、その構造として二階さんとか麻生さんに力があった時代というのが今回明確に終わったので、そうすると、その、じゃあ二階さん、麻生さんっていうところが支持をしていた高市さんがうまくいきませんでした。なので、で、石破さんは石破さんの方で、割ともうその他の派閥をまとめてしまいましたってなると、ちょっとそれをひっくり返すのが、かなり状況と難しいと思うんですよね。仮に石破さんが一回選挙で負けましたってなったとして、高市さんだったら選挙に勝てるのか、小林鷹之さんだったら選挙に勝てるのかってなると、結構微妙っていうのが、もう世の中には知れ渡ってるわけじゃないですか。なので、石破さんのなんかね、政権はそこそこ長く続いちゃうんじゃないかなって気がするんですよね。で、その後多分石破さんの後に、じゃあその林芳正さんが行きますとか、なんかそれなりにこう自民党内で、まあこの人だったら納得できるよね、みたいな形の人が行くとすると、要するにその、高市さん、小林さんというのを排除して、味方を良くするっていうエコひいきがより悪化するんですよね。要するにその、全員を幸せにすることはできないので、味方を幸せにするということは、イコール味方じゃないやつを不幸にするっていうことによって、その差ができるんですよ。
なので、その政調会長を自ら断るとか広報部長を自ら断るってことによって、そのエコひいきされない側を選んじゃったので、結果としてそのエコひいきされてる人でずっと幸せになってグループが回って、でそうじゃないところはずっと不幸なままっていう、そこの構造をなんか自分たちから選んじゃうっていうのが、やっぱなんか長期的には考えてないのかなっていう気がするんですよね。むしろその石破さんの中でこう手下風な感じでポストを奪い取って、その石破さんが配ることができるポストというリソースを減らすというのが、石破さんのエネルギーを弱める上では重要なんですけど、それをやらなかったっていうのはなんか、あの、戦う上ではもったいないなっていうふうに思うんですけど。どうもどうも、あひろゆきです。今回は解散総選挙について話してました。日本保守党は結構伸びると思ってたんですが、意外と伸びなかったんですよね。なんかミニ政党ってすぐに内紛を起こすんですよね。参政党も作った人とその後の人が揉めたりとか、 NHK 党も内紛を起こしたじゃないですか。権力欲にこういろいろ染まってしまった人っていうのはすぐに内紛を起こすっていう、だからなんかもっとうまくやればいいなと思います。それでは今回の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。